阪神高橋遥人が23日の広島戦先発へ、11日の広島戦京セラドーム大阪で1025日ぶりの勝利を挙げた阪神高橋遥人投手23日の広島戦マツダスタジアムに先発する見込みとなった。前回登板は5回89球で4安打7奪三振で無失点、カープ打線に的を絞らせなかった。しっかり内角に突っ込んでいくというか、懐に投げ込んでいけたら左右両方のバッターにですけどと頭に思い描く。1イニング1イニング一人一人を抑えていくだけ、できる限りのことをやりたい。中11日で臨むマウンドでリカバリーも十分。5ゲーム差で惜しい広島3連戦の先陣で自身2連勝だけを見据える。その後は中8日で9月1日の巨人戦甲子園へ向かうことも可能。復活した男が上位叩きのキーマンとなれるか。安定してるビーズリーを飛ばす意味がわからない。大竹があんまり状態良くないから1回飛ばすならまだわかるんだけど、今の調子ならいくら広島に相性は良くても前の時みたいに打たれる気がする。岡田監督の思考の中にある春先にだけ調子が良かった人は新戦力であろうと抜擢する。野口とか門別とかたまたま春先に岡田監督の目の前で良かっただけで他の若手とは扱いが違う。その略で春先に調子がたまたま悪かった選手はシーズンでどれだけ成績を出走が抜擢されない。また少なからず主観も入っている。中川、坂井田はリードが悪いという思い込み。広島は高橋に抑えられるくらい左に弱いからね。左腕3人を並べるのは妥当だと思う。週の前半は広島と読売の対戦だから両チームとも落ちてくることはない。その前のヤクルト戦で3連勝最低勝ち越さないといけない。相変わらず左右に強いこだわりあるんやな。高橋はわかるけど阪神ファンですけど、投手より2人の星変えた方がいいと思います。ビーズリーを飛ばすのはもったいないやろ。正直言って逆転優勝より DeNA との3位争いの方が現実的。広島巨人ともに大型連敗するとはとても思えない。それに高橋投手も故障上がりで支配下に再登録されてそれほど日数も経っていない。今年は週一の登板はなしで来年開幕ローテーションに入って投げてほしい。排水の陣はわかるけど無理をさせないでほしい。リーグ優勝の可能性はもちろん残してますが、選手生命を大切にしてほしい。代わりがいると使い捨てに欲しくない。選手は引退してからの方が長いのです。病み上がりの高橋遥人に頼ってるようではちょっとこの先しんどいかなとは思います。本当に無理させることなく大事に使ってほしいですね。結局こういうことになるんやな。遥人くんは無理させないでほしいわ。来年まで置いておいた方が得策。下手にローテ入れて壊れたらおしまいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。